今日は3月29日の金曜日です。胡蝶蘭を書きます。まず胡蝶蘭の茎の部分からデッサンしていきましょう。このところに、かわいい胡蝶蘭のお花をつけていきます。ここにも胡蝶蘭の花がたくさん咲いていますので、これをデッサンしていきましょう。胡蝶蘭の大きな葉っぱがありますので、これをデッサンします。胡蝶蘭のデッサンができましたので、彩色に入ります。胡蝶蘭の真ん中の赤い部分をまず彩色していきましょう。でお花はややピンクがかっていますので、赤と白の絵の具でピンクを作りましょう。これはいつものように顔彩という絵の具を使っています。胡蝶蘭のお花の部分を今彩色しています。次に胡蝶蘭の葉っぱを彩色しましょう。蘭の花でちょっと分厚めの葉っぱですね。白にお花を支えているワイヤーのようなもの、これも茶色の色で彩色しておきます。これで胡蝶蘭の花の絵が仕上がりました。